はい、ですね、先ほどのですね、滝の塚駅の西口に来ました。ですね、今一応ですね、こんな感じで高架化されてきてはいますね。ここに今までなかったんですけど出てきてますね。今まであそこの1箇所しかなかったんですけど、ここはですね、かの有名な、足立区の、竹の塚のですね、開かずの踏切と言われるところですね。ちょっとですね、もうちょっとで降格されるんですけど、今この上は会話のすぐに閉まる場合がありますので、気をつけてあります。ちょっとですね、すぐ閉まるらしいんで、ガッシュで行きたいと思います。この後、名古屋高校駅28分車と電車特急の予定、積み切られてもすぐ閉まるであるので、ご注意ください。ちょっと、私は行かないので、ちょっとこのまま。はい、次の上下線で参ります。お気をつけてあります。また始発電車通過後下り線の電車接近の予定です。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切の下り線は急行線特急列車通過いたします。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜けはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜けはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜けはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜けはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜けはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜けはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。この後上り列車通過後、次の下りの列車が近づいています。開放後すぐに閉まる場合がありますのでお気をつけ願います。ちょっとすぐ閉まりそうなんでちょっとダッシュで行きたいと思います。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜けはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路を下りの電車続きましたのでもう少々お待ちください。お待ちください。踏切のくぐり抜けはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜けはおやめください。お急ぎの場合
しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切のくぐり抜きはおやめください。歩行者、自動車の方にご注意ください。開放後、歩道から車道に出ないようご通行ください。ご協力お願いいたします。はい、どうぞ。はい、ですね、今こんな感じで、着々と高架化が進んでますね。ちょっともう一回行きますか。もともとこの手前のとこじゃなかったと思うんですけど、今手前じゃないで、その奥の方にも高架化のやつができてますので、もうちょっとで完成しそうですね。で、今からちょっと駅の方に向かいたいと思うので、一旦これ切らさせてもらいます。ありがとうございます。はい、今こっちがですね、竹の塚東口の踏切なんですけども、こっち行きますね。こちら行きますと日高屋がありまして、でこちらが、竹の塚駅、西口になりますんで、もうちょっとでこれは高架化が完成するんですけども、まだちょっとあれですね、まだできてないんで、ちょっとですね、竹の塚駅西口から東口にちょっと回りたいと思います。ちょっと行きますね。よし、これは改札、東口と西口を、つなげる通路ですね。ここが一応改札ですね。東武線乗り場っていうのが書いてあります。こんな感じで書いてありますね。東武線乗り場。
行きます。ちょっとこちらですね、ちょっと下に下げながら歩きたいと思います。今階段ですけども、こんな感じになってるか、リアク。がありまして、滝の塚駅、まあ一応こんな感じのあれですね、雰囲気ですね。でここに P アークがありますけど、ここはもう閉鎖してますね、 P アーク。でここになんかトイレ団地みたいのがあるんですけどね、滝の塚駅前名店街。これあれか、例の薄紅色の可愛い君のね、果てない夢がちゃんと思う、数四人の花だなこれ。ですね、この竹の塚に来たのは他でもないんですけども、一応ですね、ちょっとあれを買うために来たんですよ。ケンタッキーですね、ケンタッキー KFC を買うために来たんで、ちょっとどこに KFC があるのかな、あれどこだ、このピアクのパチンコ屋、もちろん閉鎖してます、ピアク。ケンタッキーどこだ、ケンタッキーじゃなくてもモスバーガーでもいいかな。ちょっとですね、実はですね、ポイントが溜まってまして、ポイントがあの5月5日で失効しちゃうので、2500ポイントがなんで、ちょっと是が非でもですね、モスバーガーもしくはちょっと KFC に行きたいんですよ。ちょっとしばらくちょっと竹の塚駅来てなかったんで、ちょっと迷っちゃってますね、年甲斐もなく迷ってしまっています。
とんどの人がマスクしてますね、本当。してない人もたまにいますけど。あれ、こっちかな。完全に反対。はい、ちょっとぐるっと回ってきました。はい、じゃあこれ切りたいと思います。ありがとうございます。